ナホ、遅れるよ。ビルレンあんの？おう、ダッシュで買って食おう。今日歌う？ああ、別件あり。ハゲタ、パン買いに行くぞ。おう、待って、俺も。かける、今日も弁当ねえの？うん、母さん作ってくれないから。おう、そっか。じゃあパンの買い出し隊出発。ナホのお弁当いいな。それコアラ？うん、さすがは職人だよね。あれ、諏訪弁当あるじゃん。まあ、わかんねえの。巨人だからね。うっすやぞ。ハギタも毎朝母ちゃん昼飯用意してくれてんだよな。うん、食卓に500円置いてある。同じだ。かけるがいなくなる。信じられない。流れよ淡き郷愁よ、流れてゆくか空の国、心も遠く散らかりてエジプトタバコ立ち迷う。流れよ冷たき憂い姫、流れてゆくか麓までも、まだ見ぬ顔の不可思議の飲んどの見えるあたりまで、汚水の夢のふくよかに野原の空の空の上。ナホ、帰り買い物してこ。やってるっきゅん。え、ケジマ、サッカー見学に来ない？うん、聞いたよ、かけるくん。俺よりサッカーうまいんだって。な、ナホ。えっと、言うな。かける、なんだよ今の。言うなよ、コツみたいな。なんだよってなんだよ。それ東京で流行ってんの？ねえよ。しゃあ、そっかそっか。え、いいからいいから、ほらこいって。東京いいからって何がさ。いらっしゃい。どこへ？未来への貴重な人材は君だ。ちょっと待って待って待って。はい、また落ちましたわよ。そこのお客さん。おいんだ、朝から取れかかってたんだよな。あ、私の丘。え、マジできんの？うん、これ持ってるから。さすが。じゃあお願いしてもいい？いいよ。サンキュー。終わったらさ、ナホも見に来てよ、部活。カケルもいるしさ。ナホは今日一緒にパルコ行くんですけど。日曜でいいじゃん、俺も行きて。来んなよ、男子は女子会です。なあ、部活来いよ。うん、して。んだよ。別に。んじゃ、みんな待ってるよ。うちらもかよ。ハギタもな。ごめん、俺夕方ゲット見なきゃだから。振られた、ハギタに。パスが良かったからカケルのゴールがあったんだぞ。なあカケル。うん。でもやっぱゴールした人の方がかっこいいね。はあ、かっこ。よし。カケル、明日からサッカー部入るから。え、言ってねえし。実力あんのにもったいねえよ。一緒にやろうぜ。でもカケルなら即レギュラーだって。松本のメッシと呼ばれた俺の目に古いよね。松本のメッシ。俺朝起きれねえし、朝練とか無理だよ、ね、先輩からは言われてるんだよ。お墨付きだし、ハリニングでもいいからな。なタケル、いいよ。
仮入部なら。おっしゃー仮だから。サンキューサンキュー。スワ、ちょっと熱すぎない？とにかくかけるは仮目おめでとう。そうだ、スワこれ。え、おー、ありがとう。袖のボタンも取れそうだったから縫っといたよ。マジ？お母さんみたい。わかる。確かに。ナホってお弁当も自分で作ってんのよね、毎日手作りで。マジか。スワさ、マジ弁当でかくない？そうそう、巨大サイズ。全然足んねえ。どんだけ食うんだ？腹すいたら時々2リットルコーラ飲んでごまかす。欧米か。すごいな。ついでに俺にも作って。スワ、辛いの平気だっけ？タイカレー、すっごく辛かったし。明日作ってくる。そういや、おとんが研究してたよ。いいよ、冗談だから。ハギタに試食させるし。火を吹くハギタ。ハギタのネタ？すげえ。見たよな、かける。うん。あら、回覧板回すの忘れてたわ。今行ったらご飯食べてる時かしら。大丈夫じゃない？そうよね。冗談か。あんまり遅くなってもあれよね、うん、でも。でも、作ってあげたいな。また、お母さんの考えすぎが始まった。だって。だって冗談って言ってたし、迷惑かも。やめとこうかしら。うん、やっぱやめよう。思い切って届けに行ってよかったわ。あら？何してるの？あ、明日のお弁当の準備。運動会でもあるの？気合い入れて。掃除当番、先に玄関行っててって。そっか、俺も座待ってる。部活？うん、仮だけど。なんか今日バッグでかくない？重そう。持ってやろうか。お弁当。
ける。あんな手紙なんてなければ、手紙なんかで簡単に変わるわけがない。自分の性格なんて、手紙なんて読まなければよかった。待たせて悪い。うん、あーれった。コンビニでなんか買おうぜ。え、まだ食うの？マジ超えるよ。大丈夫だって、縦に増えるだけだから。ほんとかよ。かける、さっきはごめん。キル、ナホ、一緒に帰ろう。じゃあ俺先帰るね。え、明日聞かせろ。なお、バイバイ。行こっか。どうしよう、こんなの手紙になかった。なおってさ、どこ住んでんの？城山公園の方。で、わかる？わからない。この公園は？あがたの森公園。ああ、そっか、聞いたな。ナホは帰ったらいつも何してんの？お母さんの手伝い、夕飯の。へえ、趣味は？やりたいこととかないの？家事かな。趣味家事？珍しいね。座る？え？あ、あー、腹減った。部活やんないの？ナホは。他に好きなものは？質問ばっかり。そうだね、ナホも質問してよ。家帰ったら何してる？ゲーム。好きなの？うん。どんなゲーム？いろいろ。ええ。聞いてもわかんないよ。確かに。じゃあこの間2週間休んだのは？ゲームしてたとか？もう一つ聞いてもいい？うん。サッカー部どうして入んないの？なんで？だってかけるサッカーしてるときすごく楽しそうだったよ。母さんが死んだ。始業式の日、自殺した。それで葬式とか引っ越しとかで休んでた。部活はしないって母さんと約束したから。ごめん、変なこと話して。変なことじゃないよ。私も聞いてごめん。始業式の日、手紙にはカケルを誘わないでって。どうしてあの日誘っちゃったんだろう。手紙が届いたのは後悔を消すためだったのに。帰ろっか。してた。持ってきてくれるかなって。だからすっごい嬉しい。ありがとう、ナホ。
明日も持ってくる。明日も明後日も毎日毎日かけるのお弁当を作って、かけるが朝起きられないなら私が電話してかけるを起こすから。やっぱお母さんみたい。かけるの笑顔を残すよ。10年後もずっとずっと。兄貴だ。頼もしい。やっぱり名古屋だね、この子。スワニになくてよかったね。おい。レカスは何その花束。かけるにある。いいじゃん。で、皆さんは何を持っていくの？内緒。なんだよズリエーヌ。つうか萩田には聞いてないし。聞いて内緒言っちゃったから恥ずかしい。カケルは17歳の冬事故で亡くなりました。みんなや私たちとの約束も全て置いて。救うよカケルは。私が救う。